プロメチウムは原子番号61の元素。元素記号は PM。軌道類元素の一つ。安定同位体は存在しない。発見された同位体の中で最も半減期が長いのはプロメチウム145の17.7年。ウランの各分裂性生物よりマクロの量で得られているのはプロメチウム147である。プロメチウムという元素名は ギリシャ神話に登場するプロメテウスにちなんで名付けられた。銀白色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は、袋っぽう細密充填構造。比重は7.2で、融点は1、摂氏168度、沸点は2、摂氏460度。原子化は 4F4 の電子配置を取る酸化が安定で、水和エオン PM3AQ は、淡紅色である。物理的。 科学的性質は不明な部分が多い。放射性があるため、青白色緑色の蛍光を放出するという性質がある。このため、プロミチウム147は、夜光塗料に添加され発光のもととして利用されていた。他に、蛍光灯のグロー放電管にも利用される。また、シリコンなどの半導体に挟み、放出されるベータ線エネルギーを電気エネルギーに変換する。 原子力電池の素材としての用途が考えられている。1902年に、チェコの科学者ブラウナーが、ネオジムとサマリウムの間の原子量の差が当時、知られていた全ランタノイド中最大であることを発見し、この2元素の間に、両者の中間的な性質を持った未発見の新元素がある可能性を示唆した。九百十三年に、英国の物理学者モーズリーが、原子番号が、 原子核中の静電化に対応していることを発見し、これに伴って、それまで原子量の順に配列されていた周期表が、まさしく原子番号順の配置に改められた。これによって、モリブデントルテニウムの間の43番元素及び、ネオジムとサマリウムの間の61番元素その他が未発見であることが明確になった。しかし量元素とも知られているすべての各種が、 放射性で不安定であったため、その後発見されるまで時間がかかった。いくつかの発見の方があるが、確実と思われるのは、1947年に、マリンスキー、コリエル等が、ウラン235の各分裂生成物中から、イオン交換法を用いて、プロミチウム147、149を分離して、発見したというものである。マリンスキーらの発見方法より、 天然におけるプロメチウムは、プロメチウム147が天然のウラン鉱石中に非常にごくわずかに存在が認められている。これは、ウランの自発核分裂の結果、ごくわずかに生成したものとされている。しかしその存在量は極めてわずかで、地球全体の存在量はわずかに 780g と見積もられている。プロメチウムには安定同位体が存在せず、べての同位体が 放射性である。このように放射性同位体しかない元素は、他には、テクネチウムとビスマス以降の元素がある。構成アンドロメダザ G 星からは、非線スペクトル中に、プロミチウムが発見されている。ありがとうございます。